落語家の桂ざこばさんは今日午前3時、喘息のため自宅で亡くなったと所属する米朝事務所が明らかにしました。2ヶ月前の4月30日、弟子3人の襲名会見に出席したざこばさんは、おはようございます。元気ですか？もう飽きまへんねや、もう全速で。もう全然あかんねや、もう。全速はあかんわ。全速と言いながらも、笑いを取り、元気な姿を見せていました。桂ざこばさん、本名関口博夢さんは、1947年大阪市に生まれ、1963年に桂米朝さんに入門しました。桂ざこばさんは上方落語を代表する落語家として関西を中心に活躍しました。ありがとうございます。すぐ脱ぐなら何も着てこんでもよかったんですけど、まあ一応あるというところを見といてもらおうかなと思って。高校の つけたい自分に。なすはなし、さればとてきゅうりも生でかじられずと。お分かりかな？分かれへんね。分からんじゃろうな。落語家としての実力もさることながら、ユーモアのある明るい人柄からテレビのバラエティ番組で長年にわたり活躍してきました。1988年に2代目桂ざこばを襲名した際には、多くの祝い花に囲まれながら、師匠の桂米朝さんと意気込みを語っていました。ざこば師匠、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。もう皆さんから呼ばれました。はい、もうおかげさんでね、もう昨日おとついからね、タクシー乗ってもざこばーんって言うて、もう終わったでんかと、いやまだ明日でんねえと、もうそれぐらいです。もうだいぶ浸透させていただいてありがとうございます。呼ばれた時のお気持ちいかがですか？気持ちよろしいで。おたくも名前変えなあれ。山田藩にしまか、杉山藩でな。名前を変えてダメになるやつもありまんねや。それがきっかけでね、妙に収まってしまったり、ね、ちょっと陰気になったりすることは、まあ、彼は収まることだけはないですから。収まらない。でまあ、頑張って、やりますですよ。はい、まあ、どない頑張るのか、まあ、このまま一生懸命頑張っていきましょう。はい、今日の講座もね、期待しております。ありがとうございます。2008年には、大阪西成区に寄席の道楽亭を設立し、後進の育成にも力を注いでいました。さらに実績が評価されて、2016年度の芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しています。関西テレビの番組にもレギュラー出演。風船で司会を選ぶ場面では緊張して愛らしい一面も。もうドキドキしとんねん。ザコバさん、手を分かっとるわ。長年番組で共演していた関淳子アナウンサーは、ざこばさんなしではエブリでは語れないぐらいざこばさんずっと出ていただいていて、裏表がない方なので、まあ、いろんな時事問題とか世間で扱ういろんなものをこうおしゃべりになるときはもう心の底から怒ったり感情を出したりなさったと思いますね。ざこばさんにはもう天の上で思いっきりざこばさんの落語をやっていただきたいですね。町の人は、ざこばさんがちょっと今日未明に亡くなられて、長丸からよう知ってる大会な。いや、どんな人なのか思ってるけどな。そうか、米朝一門としてもやっぱり筆頭会格でね、非常に良かったと思うけどな。あとか、亡くなられて残念ですね。寂しいな、もう寂しいな。元気そうやったのに。あ、そう。あら、どういうイメージをお持ちですか、このざこばさん。いや、素直に率直に喋る人、世間体にとらわれない。
自由に喋ってくれる、ね、うん、びっくりした。非常に残念ですね、大阪人としては。びっくりした、うん、さっきニュース見たばかり。今、うん、見た。同じぐらいの年やからね、誰からも愛されるようなね、庶民的な、うん、通夜や葬儀はザコバさんや家族の意向から家族葬にするということで、後日お別れの会を行う予定です。あれ前の嫁はんが飛び込んできてから喧嘩になったやろ。さっきからこれを前の嫁はんやと思わんと、天が飛び込んできたと思えちゅうやないかい。天やったらこれ喧嘩のしようがないやないかい。そやろ、これを天の災い、天災ちゅうねん。分かったか。何か言ってけつかんねん。うちは戦災で揉めてんねや。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。